もう終わった。終わってない！どちらかは否定される。そのことは分かっていたはずだ。そんなの知るかよ。俺たちは違うだろ。俺は俺だ。君は君だ。そうか。なら、ここからはお前だけの道だ。これで終わりなのか。いえ、バルドナドライブの停止が残っています。あれが停止すれば二つの世界のつながりは完全に断たれる。お別れね。ああ、バレルが到着するまでに我々は戻らないといけない。バレル、行こう。最後の仕事よ。フェイ、君はここで降りないと。出ないと戻れなくなるよ。艦に戻っている時間はないわ。でも。大丈夫、一つ策があるから。行きましょう。うん、わかった。フェイ。何？俺もフェイの地球に生まれていたらベルクトと同じことをしていたのかな。それはわからないわ。でも君は彼じゃない。彼も君じゃなかった。それだけははっきりしている。俺はフェイの声を聞くことができた。それができなかったらどうなっていたかわからない。君のおかげだ。ありがとう。お礼を言うのはこっち。最初は君を手段としてしか考えてなかった。でも君は成長して私にいろいろなことを教えてくれた。だからイーブンね。うん、我々の戦いもここで終わりだな。いや、これから始まるのさ。世界の復興、コロニーとの和平、我々がなすべきことは多い。険しい道だな。だが俺たちはこの戦いを勝ち抜いた。何だってできるはずさ。終わったぞ。これでやっと休めるね。でもこれでお別れなんて寂しいね。そうだよな。せっかく知り合った仲間だってのにな。俺たちの心はつながっている。同じ志を持つ限り。スカブは地球を俺たちに託してくれた。大地を救ってくれた。そしてドームは未来を見せてくれた。俺たちに託してくれたんだ。僕たちはゼロから始めるんだ。さてと、終わったところでそろそろ勝負をつけねえとな。せっかちなやつだな。俺は今からでも構わないぞ。じゃあ私も参加させてよ。ちょっと、シンシアは帰んなきゃダメでしょ。やっと戦いが終わったっていうのに呆れるわね。そのくらいでないよお前。
戦いに明け暮れるのもいいが、少しは平和をかみしめたらどうだ。ま、それもありかな。うまくいってよかったですね。ああ、でも戦いはまた起きるかもしれない。その通りだ。理由が生まれた時、人は戦い始める。私がそうであったように。じゃあその理由ができないようにすればいいんだろう。そうだな。おかしな連中ばかりだったが、それなりに楽しかったぜ。いやー、もしかして褒められてる？ちゃうちゃう。ポーラリアンとかニュータイプとか面白い人たちばかりだったわ。手放すのが惜しいわね。ま、どっちもどっちってね。ドミニク、私帰ったらやりたいことがいっぱいあるの。そうか。お手柔らかにね。もう尻に敷かれちゃってるの？帰ったら大変そうね。そのくらいがちょうどいいわよ。今まではそんな余裕なかったから。これからは戦いのない世界を模索していかないといけないな。そうですね。私たちも同じさ。これからたくさんのことを考え、未来を築いていかないとな。俺たちなら必ずできるはずだ。ゆっくりとでいいさ。通信が遠くなってきました。そろそろお別れだな。みんなと一緒に戦えてよかった。元気でな。ああ、そっちの世界も未来を大事にしろよ。バレル、早く戻ってこいよ。フェイも待ってるよ。元気でね。本当に本当にありがとう。皆さんありがとう。みんなの声が聞こえなくなった。行っちゃったみたいね。俺たちももうすぐお別れだな。見えたわ、あと少しよ。それでどうするの？バルドナドライブを止めた後、策があるんだろ？そんなのないわよ。ちょっと待ってよ。それじゃあ、もう少しだけ付き合うよ。